でこれは容量の違いですね。3000、はい、4000、5500、はい、これはどういうバッテリーなんですかね、はい、あ、これは実物です、はい、ですけど、はい、こうやって外すと、ここにもう iPhone がこうやって、いう風な感じで、はい、充電ができる。これはどこに、これがパソコンに刺さる。これはもうパソコンに刺して、これをパソコンに刺すことで本体を充電できるんですよ。パソコンにさ、パソコンとか USB 端子に挿すことで、充電ができるようになってるんです。でパソコンからもう要するにこういうふうにブスッと挿すだけで、本体を充電できるんですよ。これ本体じゃなくて、あ、この本体を。そうですそうです。ああ、本体の充電がパソコンでできると。そうですそうです。あ、なるほど。要するに iPhone の外付けバッテリー的なような感じですよ。ああ、そうです。え、これなんか普通の紐ですけど、こっちから来てるんですね。来てます。ああ、そういうことなんですね。で、あとここにも USB の口があるんで、ここになんかケーブルを挿せば、はい、Android も刺さるっていう。ああ、外付けバッテリーと思ってる人ってケーブルを持ち歩かなきゃいけない。持ち歩かないといけないじゃないですか。なるほど。そうするとそれは不便なんで、ですね。で一緒になってると。でさらにこの本体も充電するのに、なんかケーブルを挿してつながなくちゃいけないとか、マイクロUSB とかでつなぐ場合があるけど、これはもうここでパソコンに挿せばつながるんで。そうか、これ一つあれば充電にもケーブルがいらないし、これこっちの充電にもケーブルがいらないと。そうです。はは。まあ Android の場合は特殊でケーブルがまあいりますけどね。iPhone 持ってる方の場合は、これ一個あれば。そうです。なるほど。コンパクトで持ち運びにも便利な。ちなみに容量はこれは4000ですね。こちらマイポーのパワーチューブ3000と4000、こちらがですね、まあ持ち歩くにはすごいいいということです。こちら紐が付いているモデルですね。これおすすめです。